はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあまあいい時間、早いね。はい、出張行ってきたのか。行ってきました。大島、大島す。往復何時間船で？往復だと4時間半ぐらいですか。かかるね。船はきついよな。結構な、寒いしな、喉痛そうだな。はい、初日終わりました。大宮硬いね。全般は、まあ、2レースとかあれたのか。伊藤塚さんですね。そう、3連単、3レース、4レースで310円、230円、1110円、780円、960円並んだってね。まあ、チャレンジはしょうがないね。そうっすね。初日は。新人が強ければ、こうなると。いうとこです。はい。初日はね。まあ最終の特選、飯田強かったな。マクリナハルトも突っ込めてたな。強かったですね。まあ予想バッチリでした。バッチリだったな、俺はね。はい、まあまあだったよ。後半はな、全般的にはダメだ、つまんない、硬いな。うん、よかったな。ジュレース今日、ジュレース的中一応ね、こんな感じですよ。まあ7社でね、37,760円、ジュレス高橋大輝、秋元鈴木ロト176、これいいっしょ。さすがです。まあね、お客さんいないからね、喜んでもらえるパーセンテージが低いんだけど、まあ取ってる人いたよ結構ね。はい、いましたね。取ってないの？買わないっすね。あのね、一つ言いたいんだ、こういうやつにな。はい、あのね、競輪ってやっぱほら、こうその仲間のいる中でこう共有しながらさ、おーって感じで買っちゃうかっていうのあるだろ。はいはい、そういうのが、はい、全くそれがないんだよ。いや、そういう空気なかったっす。いや、同じ人間で斎藤ってとこいるよな。はいはい、あいつもそうだろ。はい、まず一箇所に集中してない、もうあっち行ったりこっち行ったり、あいつの場合は、はい、でこう、ただ砂田くんなんかも俺の予想通り買わないんだけども、俺の言葉をうまくパクって自分の中で組み立てて車検買うわけよ。はい、でこいつそういう共有した空気ないって言ったけど、はい、俺の中であんの。はい、やっぱもう何人か、2人、3人しかいなかったけども、はい、それでこうやっぱりこういろんなこう掛け合いしながらっていう中で、でもまあもったいないな。もったいないです。自分のこう目線に入ってる半径15センチぐらいの距離しか動いてないわけよ。はいはい、もうそれがだから結局ずっともう今に始まったことないでしょ。斎藤さんもそうだけど、はい、だから、ね、取れない人ってね、あのね、取れないようになってるんだよ。教えてくれよ。いやでも本当そう思わない？思います。いや本当あのね、これね、やっぱね、爆災って言葉があるんだけども存在します、これ本当に。はい、それもやっぱりこんだけ付き合いしてもいろんなこと取れたり、斎藤さんにもそう、こう言っても何してもね、分かんないのよ。もう全部これなのか止まるのかわかんないけど、もったいないよな。もったいないっすよね。まあ自分の予想で買うのはもちろんそれが楽しいからいいと思うんですけど、そのだからやっぱもうみんなでこうね、共有し合ってってとこで、うん、まあでもね、7社でなかなかね、超満車券っていうのは、まあこれも書いたけどね、この前なんかあったよね、投稿で後出しっていう。後出しすんなよ、うん、それ本当なんですか。まあ、嘘じゃない、バカやつ。さあまず今この現代社会でね、まあ、ほら八百長だとかなんかこうね、アングルだとかよく言うけど、言葉がそんな商売したら俺もこの自分予想屋やってないだろ。やってないっす。後出しって言ってもまあな、そういうことを言ってる人の気持ちが分かりますよって言ってほしい、そこのあなた。分かりません。分かりません。そうやってね、一人でね、家でね、悶々としてね、悲願でね、悔やんでね、人生を無駄に過ごしてないで、素直にね、もうなんかこう、いろいろ語りましょうよ。一応、出す。そうですね。皆さん意見あるんで、ちょっと、これですね。はい。まだそれすら、はい、それすらお前、あれじゃないの、今作ったんだろうとか言われたら困るからな。さすがにここまでやらないんで。まあでもね、本当ね、いろんな人いるから面白いんだけど、
まず皆さん意見あるんですけど、こう買いたいとか場合どうすればいいんですか。動画に出してくれる以外、俺は大宮で、大宮でほら予想を売るでしょ。売ってます。現場でね。はい。それも1日券っていうのは売ってるわけですよ。はい。1レース1レース分で売って、あとは今日のそのほら今の10レースのなんだっけ176、はい、それはね今日ねネット競輪のうまい車検の方でも投稿してるから、うん、じゃあもし大宮に来れなくてじゃあ買いたいよって方はそこからそうあの、ねまあ、買っていただいて、ね、ネット競輪のうまい車検っていうのは例えばじゃあ大宮今日俺予想を今日は大宮全部あげたの、はい、全レースあのガールズ以外、はいはい、でも例えばじゃあ G3 の場外ってあるとするでしょ、はい、G3 の時とかあの全部あげないから今日はねたまたまのちょっと気分が乗ってて、はい、松戸モーニング全レースと、はい、大宮10レース分、はい、弥彦5レース分、はい、前橋でミッドこれからまたミッドありますよどこだっけ川崎、はい、6レース分ぐらい計40レースもう予想マシーンだよほぼほぼ俺本当にで25レース終わった時点で回収率が 111% とかぐらいだったかな確か今日はいい方、はい、もう全然ダメだけどダメだからねやっぱね、はい、じゃあもしじゃあ行けなくて買いたい場合はあのただ全レースは無理かもしれんけどネット競輪で一応僕はあのやってますそうですねじゃあ編集長にその概要欄とか貼ってもらって、まあ、もしご購入したい方は。そういう概要欄とかそういう方法があるのか、お前。まあ、そっから貼ってもらったりとか、コメントとかのところに、それか一番上に、そうだね。入れてもらって、皆さんが分かりやすいように。まあ、なんか俺、ミットってやっぱみんな買うでしょ、なんか結構ね。買いますね。ミットの予想、ナイターの予想もあるんで、ぜひ、そちらの方。じゃあ、編集長。今日いないけど頼むねはいお願いしますということで今日はね大穴一本的中で明日行きますよ準決勝やれんのかお前やってやるよ毎回それだなやってなんかねえのかキラーワードねえのか他にお前かっこやろうねやろうそれがキラーワードなんだよそれがキラーワードかそっかお前はじゃあまず早速だけどな今日このメンバーの中でな、ジュチです。はい。今日、すごく応援してる俺らが辛いレースがあったな。ありました。うん、どうなってんだ、広大。広大なぁ。いやね、これ、僕ら広大ずっと応援してるんでね、よく知ってるんですよ。で踏み出しはね、とにかく昔から悪い。うん、で、去年の、11月ぐらいに小原、茨城だね小原にも昔とか離れてたのそれがもうね、ついてて抜いたりとかねスピード勝負に問題ないようなレースが多くて高台に聞いたら実は平原高端グループに入ったんですよさすがだなと、はい、年明けでずっと来てまあいいなっていうただここ数場所までひどいんだよな、踏み出しひどいっすねで、買わないと来ちゃうみたいな、はい宇都宮優勝、豊橋、はい、ダブルミッドライトです、はい、で、あそこ中島、高橋光大、篠崎、関東5内地、高橋大輝、鈴木朗斗、3番6番ね、はい、飯田に、柴田、はい、誰が逃げる？いや、豪が逃げないとしょうがないですよね。そうでしょ、はい、で、我々の懸念は踏み出し大丈夫ってここで考えなきゃいけないっていうね、はい、まさかの、はい、速さが強いよ、はい、影響起こってきちゃったって言ったって規格外ですよスピードはやっぱね踏み込んだ瞬間ね迫力あったもんな、うん、まああれ見てるとね、まあ、仕方がない部分であまりにもぶっちりすぎ、はい、中島がどうなんだこいつもでも数字に左右されちゃダメな選手なんですよねこういったまくりとかやるんですよ逃げ数持ってて、はい、逃げの連絡みが多いんだけども行かねえ時の行かなさ加減ってもう半端ない半端ないですこいつただやっぱり今日見せたのねやっぱり末の甘さ、はい、500のつねドツボにはまる、うんはい、
もう新人ならではの典型的なあれですよ、事例ですよ。うん、井上裕三君がね、縦足がいくら鋭いって言っても、初戦80するでしょ。はい。これ、ついてくれば、明日は高台、どうにかなるか、踏み出し。踏み出しだけっすね。まあ、どういう逃げになるのかっていうところで、まあ、篠崎が一番下にいるんだよ。なんか、まくりの気もしてきましたね、ちょっと。だから高橋大輝が、前飛んのは確かまあまあ早いと思うな。はい。前はここなんじゃないの、明日。俺、なんかこんな気がするんだよな。初手。どうですか。で、こういう風になってきたときに、こう、切って571で、飯田がさっき切んないと、それまた切り返しちゃって、ドーンとかなっちゃうと、またこう、7番手だよ、ああ、5番手だよ、とかいうこともあるよな。はい。で、やっぱり、飯田は逃げねえだろ。飯田は逃げないと思いますね。春友さんついても今日別に全然逃げる気ないし、まあ、逃げる展開にならなかったけども、はい、今破ればこうなんだよな。高橋大輝が逃げちゃうときに先まくり飯田で、もし中島が逃げてまくれるんだったら飯田でしょ。はい。どうする高橋大輝、何する明日。飯田まくり、高橋大輝で、この前前回ね、ミットもね、打ちすくってスーって頭が結構やるんだよ、うん、そういう、はい、小賢しいレースがね、はい。で、今日ね、俺、ほら、さっきの、秋元のレースね、はい、俺高橋大輝頭今日当たりだから、3万7千、はい。もう顔見せから超声かけてさ、下もすげえんだ、反応いいんだよ、やっぱり、はいはい。なんかやらかすんじゃないかなと思って、やっぱりあの女の、あの、綺麗で、はい、レース終わった後、ありがとうなって言ったら、こうやって、ちょっとこう、ガッツポーズして、はい、こうやって、よっしゃー、みたいな感じ。気合がいい。まあ、誰が逃げるかっていうと、普通は中島なんだけども、まあ、準決の壁、うん、高橋大輝はやっぱり準決で全部突破してない。はい。で、それなんか問題があるわけよ、いつも言うけど。はい、足、気持ち。まあ、やけくそレースもあるよね。ドン。っていう時に、じゃあこれ、3が行っちゃう時にもちろん、中島がいいとこ頑張れば中島に負けのチャンスあるな。はい。サブログでかましたときに。そうだ、俊介言ってるようにね、確かにこのね、5はね、中島くんは、数字以上に、なんかこう物足りないレースをするイメージがあるな。この間もなんか誰か連れててまくりに。あれだよ、菅谷、菅谷。そうだ、菅谷。一つも行かねえじゃん。はい。打撃菅谷が落っこっちゃってさ。落っこっちゃって、そうっす。そうだ、やばいよ。高台はめられる可能性あるな、明日。あとはもう高橋、俺がもし高橋の、立場だったらもう離れ狙ってペース速くしていく前にかけちゃいますよ。前にいて、はい、じゃあ明日前取らない手だな。いや取らないです、ね、じゃあ1回切ってのじゃあもうこっちがドカンとくるようにこういう昨日の高台見てるから、はい、ひょっとしたらこういうチャンスがあるかなと。 それしかないですよね、うん、普通に考えたら。そうだな。まあなんかそういう話をしなきゃいけないのも辛いんですけども、うん、まあただ現実そうなっちゃってるんで、ね、現実です。はい、そうです。じゃあもうとにかく高台の道としては一着の道としては中島にもう前取りだけは勘弁してほしいと。そうですね、まあ、作戦でまさかね1が前取ったけどそれも困るし、はい、関東前受けは勘弁、真ん中一番しろ、もうゆっくり逃げてもらった時にもう重宝されて頭、はい、まあでも高台さんがでもスタート一番持ってますけど。嫌なこと言うね、お前、うん、この中だと圧倒的に抜けて。あ、高橋大輝減ったら昔よく前取ってたんだけどな。見ると取ってないですね、直近12場所1回だけだ、うん、まあ前取るとちょっとまたこれ狂うな、うん、飯田が前取ってくるのが一番面白いですけどね、うん、前取ると本当にこういうのあるな。はい、あるいはこうか。そうですね、はい、これいきましょう。まあね、まずは高橋大輝がかけちゃうようなことがあったときに、まあ中島がそれをいいとこハマっちゃうときに、はい、さらに飯田がまくってくる2-5-5-2で、これも温情でも何でもありません。普通に逃げてくれれば中島が高台抜け出して、うん、
で2番7番折り返しと、はい、で高橋大輝がいいとこはまり込む、さっき言った俊介君5の後ろに3が入るとかね、はい、そこを飯田がスーッと来て2、3で柴田は3着はいに入れました。どうですか俊介さん。うん、俺もまあ頭2だと思うんですけど、今日もなんか落ち着いてるよね。落ち着いてます。この前さ函館でさ山田龍馬食っちゃったんだよ岐阜の、はいはい、やっぱあのクラスまくっちゃうんだから、うん、はい、この辺だったら超ソロだったらさ、うん、そうね、まあ、まずいけそうな気するけどね、はい、中島の鎌志田とか言うとなんかまた少しね展開変わってきますけど、うん、2からがいいですかやっぱり。2から5 2、5 3、6行きたいです俺は。6誰あれです、鈴木ひろと、はい、あ今日で一緒、はい、鈴木ひろともね神奈川にもう一人でしょ鈴木ひろとっています、はい、両方とも世話になってんだよ俺、はい、これこの6番も結構穴開けるんだよね。開けます開けます、知ってますよ。じゃああれか、高橋大輝がもしかけちゃうようなことがあった時の前の声だね、とハマっちゃう時ですね、はい、2から5、6とかなんかハマっちゃいそうな気がするんですよね。そういう展開にならなければついてって、うん、広大チャンスあると思うんですけど。石井ちゃんどうですか。いや僕ももちろん飯田からです。飯田からはい、まあみんな広大から予想しなかったっていうね、うん、まあちょっと飯田が今日まあやっぱり落ち着き払ったレースを見た時にやっぱこう信頼できる貫禄勝ちみたいな、そんな感じがする、ね、うん、そうそう、貫禄まさしくその言葉です。全員一応2からってことだね、これ期待してください。はい、順位です、阿部海と相沢3番7番ね、浅見に井上映像2番6番、うん、はい、ネットに春友さんに岡崎光一4-5-1、うん、でこれ評価をしなきゃいけない阿部海斗ですよ、はい、昨日もこれ言ったけども初日は内容重視、うん、逃げた、はい、まあ、小橋ね、ちょっともうあんまり喋ること多すぎて困っちゃう、小橋どうしたんだ、あれ小橋どうしたんですかね、小橋なんでそうなるんだって俺言っちゃったよ、まず。いやそうなりますよね、頭めっちゃ下げ下げ、でも俺わかんないんだよ、はい、もちろん競技出身の人でもあそこまでってあるって思うでしょ。いや、はい、いやあります。あ、お前はそれはさ、強い人の番手無風で回っても足いっぱいになります。あ、だから、まあ、それさっき俺言ったことが穴が違うじゃない、うん、鍋海斗が強いから引きずり回されてで抜こうと思った時なんかもう進まなかったもんな、うん、あ、進まなかった、まさにその気持ちわかります。そうでしょ、で、うん、内から来て春友にちょっと影が見えて越されちゃうダメだーみたいな、うん、小橋頑張ってくれよ、うん、明日の予想はしてないけど、うん、ここで出さないけどね、頑張ってくれ。阿部海斗よかったでしょ。阿部海斗よかったです。どうなの、こういう選手好きなんでしょみんな、うん、好きです。だってね、まあ7社って言ったら逃げて勝つの余裕じゃないよ、大宮、はい、やっぱり昔から、はい、見事逃げ切り勝ちです。浅見大宮抜群のっすよね。そう、大宮ね、チャレンジレースも含めてね、デビューして X、 これ待って19、17、デビューして3年だよ。浅見潤デビューして3年間、大宮1着6回2着2回3着2回着外5回だけっていう、うん、驚異の連単率です。狙いたくなりますね。だこれでも明日は阿部が逃げたらまくれないよね、さすがに、うん、はい、ちょ無理だよな。いやわかんないっすよ、あるワンチャン2社、2社なんで。さあ、ちょっとさ、今日、はい、見てない、相沢正弘仕事半端ない、ね、半端じゃないっすね。あの菱沼君だけどね、高田、はい、もうあれ10着ぐらいつくの。つきます、つきます。すごいな、あれはつきますね。いやだ、もうさ、なんかこう俺も知ってるけどもまだ勉強不足だなというところで、ここまでやる選手なんだな仕事。いや、なんかそういうイメージなかったですけどね、縦のイメージですよね、そうなの、はい、縦だからこうちょっとこうやりすぎてこうスッて一社だけ行っちゃって、この間こう
あっちゃうと分かんないな。はい。穴はあさみだ。穴はあさみっすね。あとあれだろ、今日ネトは、あれネトがあさみまくれなかったんだよな。そうです。じゃあこれなんじゃないの、うん、こうなっちゃうとき。ネトじゃ今日もまくれないよと。はい。で、逃げてどうにかしちゃうよと。はい。で、4がダメでもハルトも来るよ、2552ってね、はい、この辺あるでしょ、はい、アサミが穴だな、アサミ穴です、明日アサミ、これアサミ面白いでしょ、ね、アサミ面白いです、うん、逃げなかったら余計面白いと思いますよね、だからネットの、逆に言ったらネットの逃げなんかじゃ、はい、まあ、くっちゃう可能性あるよね、はい、ハルトの仕事の横をね、通り抜けてっていうのはね、はい、ちょっと面白い、アサミ、うん、でネトが言ってます、ネト工事が、春友さんの前で自分のやるべきことをやるだけです、石井ちゃん何ですかやるべきことって、まあ、ネトのやるべきこと何ですか、そんなの聞かないでもらっていいですか、何ですか、先行ってことですよ、先行、はい、逆にどうなの、ネトの先行で春友は A 級とはいえ勝てるような流れになりますか、そこですよ、うん、どうなんですか、問題はありがた迷惑先行されても困っちゃいますからね、うん、そうなんだよ、かわいきれないですよね、うん、そこなの、いや4番手に阿部がいたら苦しいんじゃないですか、そうだよな、浅見よりまくっちゃうな阿部って感じなんで、さすがの石井もそれぐらいわかるんだなそれぐらい分かっちゃうんすよ、間違いない、そう4番ってあれかいとね、なんかこう昨日の言ったようにね、初日は内容重視、初日はって言ったからな、はい、で相沢とはなんか一緒に練習する中って言ってるな、でもこれな、まあ阿部かいと中心ですよ、どちらかというと逃げた時は相沢差し目も考えられる、でまあ繰り阿部かいとね、破れば浅見逃げて、まあネットが3番手のまくれないか、それかネットの逃げをまくっちゃう、うん、俺は春友は2着の気がする、はいこれです、やっぱどっちから勝負、はい、アサミと323、はい、3番2番折り返し、でこの7戦はね、俺はもうほんと超抑えていいと思う、はい、やっぱ抜けない前期スキルの車、はい、37で阿部海斗もさ、どうだっけ、あ大宮これ抜群じゃないですか、これ抜群、うん、A 級でも優勝してると思うよ、うん、まあ相沢との直線勝負、あとはネットが逃げた時のマクテ3号で、あとはほら37で逃げちゃってネット2つでも春友さんだけピューってきちゃうっていうね、はいはい、まあ、3号なら37号っていうのを考えながらで、優勝チャンス3着、これはね、あの点数置いてきたよ、もう叶えてくださいね、もうこれはもう本当僕のね、本当気持ちの中での推したい選手なんでね、うん、まあ点数置いてきたらもうはびてください、6は逃げたらありますけどね、全然、いや今日だって強いよ、差し返しあるよ、はい、もう差し言ったでしょ、差すよ今日はって言ってました、余裕でしたもんね、で4、3はやっぱかけないんだよ、はい、もうちょいで止まると思ってるわけ、はい、タイヤ差ですから、あ、2着3着、はい、あ高橋龍太がとんでもなかったです、ね、そう、とんでもなかった、高橋龍太どう2人とも見解、展開を、俺は浅見から行きたいです、23、はい、2325だよね、だ穴とは浅見ですか、うん、じゃないですかね、穴とは浅見だね、春友さんじゃ穴なんないからね、ハルトモノが売れますよね、2の2より売れるよ、やっぱ名前で売れるよ、はい、それはもうネトが信用できないんで、うん、まあ、純潔を突破できる車ではないってことだな、はい、ネトはただ、中段取っちゃえば分かんないですけどね、うん、まくり今日ほら、ね、アサミの逃げを3番手から出なかったでしょ、うん、あまあ、そうっすね、何番手だっけ、3番手、3番手です、ああじゃあ どっちが逃げてもダメっすね、10秒だもんな、はい、先行強いっす、だからサミ本当面白いね、はい、2552まで、石井は、
いや、僕も同じく安倍から行きたいです。安倍か。僕は一番下ちょっと折り返しておきたいです。春友さんの頭もあるかなと思って。まあね、腐っても大差か。必要すか、郷さん。まあ俺配当しないから、うん、はい、安かったらつまんない、はい、うん、売れるよ、3号も売れますね。多分37が一番人気なんじゃないの。もしかしたら37じゃないですかね、これ、はい、そうすると73が買ったらいいんだね。その時はもうほら37時代が安いんだからって言ったら、もうここはね裏は返さないでもらってもいいかなと思います、はい、よし、2日目だ明日はな、名古屋の F1 戦の場外もあるな、お宮。あとはですね、これ僕もいただいたもんなんですけどね、どうしますか、今さら。何なんですか、それ。東京オリンピックの脇本 T シャツじゃないの、もちろん。そうだよ、これ。あ、ほら、開けちゃうと人に、開けるのにさ、開けちゃうと開けないで、これ、そうだよ、ね、はい、ゆうた脇本ってじゃないの。そうそう、書いてある。で、ほら、ここにほら、脇本。これ2枚あるんですよ。はい、L サイズで、もしほらね、大宮来てくれた人いて欲しい人いたらあげます。いらないよって顔してんだよこの野郎。むしろ欲しいですよ。あげねえよバカ野郎、ダメだよ、お客さんに対するお前これあれだよ、じゃあ明日お宮行けばもらえる。俺の償いだよ俺から。明日お宮行けばもらえるんですか。僕がてめえ仕事だろこの野郎。休んでいてももらえるんですか。じゃあいいよ、休んできたらもうやるよ。休まないです、ね、休まないよな。そうだよ、そうだよ、バカなんだからお前なんか働きに行ってこれね、2つあるんで、まあ興味ない人ってこれ全く興味ないんだけども、はい、興味ある人はあるでしょ、はい、で俺着なかった別に、はい、あの誰かにあげようかなって思ってたんだけども、これ2枚あるんでね、これ欲しい人先着、これ無料でもちろん贈呈します。はい、はい、2日目明日は、準決勝です。チャレンジもね、チャレンジも、まあ、今日のね俺ね怒ったよ、あの太田真珠嬉しい、はい、アビコ、はい、まあ、なんか学校時代の成績とルーキーシリーズの成績見たら突っ張って500を逃げるような選手と思わなかったよね。逃げて勝った。さすが太田慎一の弟子です。あと斉藤優子さんです。これなんかゴールデンキャップスなのかな、神奈川の。これもまあ逃げて。上田誠すごいな。上田誠。いや、これ俺昨日も言ったけど、54、はい、もう。こういう選手を取材してくんないかな。したいっす。もう。ネット競輪とか言ってやってくんないかな。やってくれんじゃないですか。だからもうあの、どうしてんですか、はい、どう今どういう生活ですか、はい、起床は何ですか、はい、朝ごはん何食べますか、トレーニングの内容聞いて、でこうサプリとかプロテインどうですか、でお酒飲みます、タバコ吸いませんよね、睡眠時間は、そこまで聞きたい、はいはい、本当にそういう価値がある選手でしょ、うん、ありますね。いやすごいっすよ。あれだって離れたんじゃないもんな、今日なんかもう、はい、おかしくなっちゃって、展開上こう下がっちゃって、いや打ち射食ったんですよね、位置が、うん、だからあれついてったら失格になっちゃうんで、うん、はい、さすが違いが分かる男だな分かってます。そう、これすごいよ、上田誠のね、ちょっとこの情報欲しいですね、これ、うん、はい、明日準決勝チャレンジも A級もあります、でガールズもあります。ガールズのいつものファンが全然来ないです。来ない。どうしてんだみんな。なんだ、なんで来ないんだよ。全然いないぞ今日ファン。どっかやってんすか他に。だからほらもう、あの、ヤヒコ農家でもやってたけど、はい、みんな有名ところあれでしょ、サマーナイト行っちゃってるからでしょ。だからガールズもあれかね、例えば G3、G1 のがお客さん入るよっていうと一緒で、うん、ガールズも有名ところがいないガールズはやっぱ来ないんかね。でも荒川光とかいますよね。うん。有名どころじゃないですか、うん、一応。そうだな。はい。人気ですよね。皆さん、大宮にね、ぜひご来場お願いしますよ。で、なんかこう、楽しい話もしながら、一日ね、まあ、過ごせればと思ってます。はい。じゃあ、2日目、展望をお送りしました。皆様、気に入っていただいたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。明日もやります。お願いします。